さて昨日暗い部屋で一人で商店街でふと耳になどなどこかで聴いた曲をリクエストしていただくコーナー私のイエスタデーです。それはおかしい。今日は AI 同祖神さんからのイエスタデーさんです。いやおかしいでしょ。足音を踏みしめるたびに俺は俺であり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えてやりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。お送りしているのは AI 同祖神さんからのイエスタデーソング、長渕剛でトンボです。はい、そうです。夕方自宅の下の階から95歳を迎えボケに磨きをかけたじいちゃんの歩くたびに発せられるふー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 という息遣いが聞こえてきました。嘘だろ、そんな音程なの？ちゃんと志村けんさんのコントのようなその声、よく聞くと一定のリズムで曲のような、まるで長渕剛さんのトンボの前奏中のおー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 、まさにそこで長渕剛のトンボをリクエストします。怒られるぞ長渕剛にそっから思い出したのかって、でもまあリズム的にこんな感じだったんでしょうね、まあ、おじいちゃんの吐息というか、ね、トンボのようなね。そうですよね、はい。皆さんも何か思いついた曲があればぜひ教えてください。朝飯食ったらもううんこだからなーって言ったもんね、相川翔がね出所してきてすぐに。